金家の妻が書いた影郎日記、亡き書ね、はい、金家の次男の三つが出てきましたよね、うん、この人は三人兄弟と何が違うかっていうと、母が正室ではないということでした、はい、そして母も登場してましたが、この母が影郎日記という有名な文芸作品を書いています、うん、若い頃の日記なので、金家との愛憎、愛されたとか他の女のとこ行かれたとか、そういうあれこれが多いんですけれども、自然や感情を美しい文章で表現する感性は現代でも高く評価されています。私も多少読んだことあるんですけど、なかなか美しい文章ですよ、うん、ただ女性は名を名乗りませんので、現在でも藤原道綱母という残念な形で名前を呼ばれているという面があります。詳しくは動画で。